恵み回転の父なる神様、愛する方々と一緒に集まってあなたを礼拝できること本当にありがとうございます。どうぞ私たちが心を上に向けてあなたに向かって喜びの声を上げ、心から祈りを捧げ、あなたの御言葉を心待ちにする、そんな時間として整えてくださいますように。日本中世界中で持たれている礼拝を祝福し、そこに集う方々の上に豊かな祝福がありますように。またさまざまな事情や都合で礼拝に参加できない方々もたくさんいらっしゃいますけれども、主よどうぞそういう方々の上にもあなたの恵みが届けられますように心からお願いします。またどうぞこのお茶の水クリスチャンセンターの働きの上にも、東京プレアセンターの働きの上にも、あなたの恵みが、あるいはあなたの導きが明らかに示されて、本当にあなたの喜ぶその団体としての役割を果たせるようにお導きください。今日私は旧約聖書からのお話をしようと思っています。旧約聖書からの素材はいくらでも取れると言っていいんだと思いますけれども、今日はでも一応表題につけておきましたが、エリアとモーセの40日間という、よくわけわかりませんけども何これという感じかもしれませんが、エリアとモーセの40日間という話をしてみたいと思います。実はエリアという人が40日間経験するある出来事がある、モーセが40日間経験するある出来事があるんですけれども、その前後関係を調べていくととてもよく似ています。でエリアという人については列王記の上というところに書いてあるんですけれども、エリアのこの出来事の、その40日間の出来事の前には何があるかというと、その当時イゼベルという女王がいてですね、このイゼベルという人はもう名高い悪女でですよ、旧約聖書の中でイゼベルと言われたらもうとんでもないね、とんでもない人というイメージがあるんですけれども、まあその人が基本的には連れてきた、バールというね、あの神を信じている信仰集団があってですね、その預言者、バールの預言者450人を集めて、本当の神はどっちだか勝負しようではないかと、とんでもないこうやり取りがあるわけですが、こちら側にはエリアが一人で、相手は450人のバールの預言者がいる。でそこで、まあ、一つの出来事があってエリアが勝つんです。圧倒的な勝利を得るのです。でところがですね、その出来事があって次の章にはイゼベルがカンカンに怒ってあいつを絶対殺すっていうなんかね、そんなことを言い出すわけですね。そうするとなんあろうことか、このエリアはそれを恐れてですよ、逃げ出すんです。まあ、別に逃げたっていいんですけど、命は惜しいですから逃げてもいいんですけども、その部分がね、こんな風に書いてあります。列王記の上の19章1節から、アハブはエリアの行った全てのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第を全てイゼベルに告げた。このイゼベル女王ですね。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。これ脅迫状ですね殺すぞお前殺さなかったら私が殺されるね、そんな覚悟だ。3節、それを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げた。これは正しい選択だったと思いますね殺し屋が来るのを待つ必要はないわけで、逃げてそれはいいんです。ユダのベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身は荒野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシナの木の下に来て座り、自分の命が耐えるのを願っていった。この辺からおかしくなるんですね。主よもう十分です、私の命を取ってください、私は先祖に勝るものではありません。これは一体何なんでしょうかね大、戦争に勝ってですよ、意気揚々としていいはずなのに女王に脅かされると逃げ出して、しかも神様に向かって私の命を取ってくださいってこういうわけですね。しかもそれだけではなくて、私は先祖に勝るものではありませんからとか言うんですね。これはね、私たちにもあるんですよ。くある意味でこう大勝利を収める、それは嬉しいことなんですけれども、その後で足元を救われて、ちょっとしたことで非難されて、ちょっとしたことで攻撃されて、
そこに立っていられなくなるということは私の経験上よくあります。そしてもういいですって、まあ、ここでは私の命を取ってくださいというようなことを言い、私は他の人に勝っていませんからという、これね、ある種の自己憐憫というやつですね。ああかわいそうな私っていう、あんなに大きなことをやったけれども、ふと気がつけば仲間はいないし、命は狙われるし、一体何の得があったのだろうか、全くああかわいそうな私っていう、これ私一時期得意でしたね本当に。なんかね、そういうふうに言ってると、なんかね、こう なんて言うんでしょうね、こう自分が生きてるような気がするというか、非常に嫌な感じですけれども、ところがですね、彼はそのエニシダの木のところで横になって眠ってしまう。御使いが彼に触れていった、起きて食べよ、すると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ、水を飲んで、また横になった。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。エリアは起きて食べ飲んで、その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあった洞穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱をかけて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを次にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中には主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くと、エリアは街灯で顔を覆い出てきて、ホラー穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱をかけて傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコの荒野に向かえ。そこに着いたなら、ハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。そして最後のところ18節。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これらは皆バールに膝をかがめず、これに口づけしなかったものであるという言葉が出てきます。自己憐憫に陥った彼はもう生きていくのが嫌になって、もう殺してくださいというようなことをこう語り出す。しかも自分は誰にもね、もう自分はもう何者でもないので、どうなってもいいんですもうというような、ちょっとこうやけを起こしたような気分になる。でも御使いが神様から使わされて、エリアにパン菓子と水の入った亀を提供し、それを食べて彼は元気になる。おそらくこれは1回だけではなく、それは歩きながらまたそこでこう愚痴をこぼし、そしてまたそこでパン菓子があって、そしてそこで食べて元気になって、またしばらく行ってまた愚痴をこぼして、またそこでパン菓子があって、まあそんな感じで40日続いたと思いますね。そして最終的にはこの40日の愚痴と自己憐憫の連続の中で、彼は神の前に立つという出来事を経験するんです。神の前に立って本当に新しい使命を得る。でその神の前に立った時の光景は非常に興味深くて、大風が起こる、地震が起こる、火が燃える、しかしその中に神はいなかった、その中に神の声は聞こえなかったというんですね。しかしそういうことが終わった後で、静かにささやく声が聞こえた
という表現が出てきます。他の周囲のものに一切惑わされず、自分の心の中にだけ聞こえた、つまりよそのものに全部耳を塞いだ時に初めて聞こえてきた神の声があったらしい。そしてそこで一つの使命が与えられる。戻っていって、この人とこの人とを王にし、この人をあなたの弟子にしなさい。で、間違いなく今は見えないけれども、あなたの味方になる7000人を残しておいたからと神によって告げられる。エリアにとっての40日はある意味でエリアがより新鮮な気持ちで神様に仕えるということのためには通らなければならない40日でした。自己憐憫と愚痴と、でもその中で神様に支えられて神様に近づいていき、神様に取り扱われるという、まあいわば私たちの経験で言えば、なんかいいことはちっとも起こらない日常というね。なんか信仰は持ってるけどね、どうイエスキリスト信じてどうとか言われて、ハッピーとか言われて、いいことないんだよねあんまりねとか言って、ね、いや今日もさあんまりいいことなかったんだよねとか言いながら毎日毎日、でも礼拝に行って少しね、パン菓子かなんかが提供されたようにちょっと嬉しいことがあったりして、また少し元気になって、その1週間でもそんな中でだん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 整えられていって、ある時神様が本当に人には聞こえないけれども自分の心の中に、お前はお前でいいんだよ、お前はお前でやることあるよと言われるような、そんな出来事を経験して、こう一ランク上がる、ランクが上がるというよりも一歩前進できるような、そんな経験って私の中にあるんですね。別に誰より偉くなったとかそういうことではなくて、人が何を言おうと、過去に何があろうと、神様は私のことをとにかくケアしてくれてるようだということを心の内側でこう感じるという、そんな出来事で、40日間というのはそれを経験するためにとても必要なことだったと思うんですね。40日間毎日愚痴を言いながら、自己憐憫のどん底にいながら、そういう、ね、自己憐憫のどん底にいる時というのはですね、誰かに自分のことを聞いてほしいし、誰かに自分のことを褒めてほしい、誰かに自分のことを分かってほしい、でもそういうものが一切取り除けられて、そういうものが何にもない中で、ふと心の中に、お前お前でいいよっていう、ね、私の前に立っていればそれでいいよという、そういう出来事を経験する40日間。モーセという人がいました。モーセは神様から十戒を託されて市内の山に登り、しばらくいたわけですけれども、その間にモーセのお兄さんのアロンと、イスラエルの民はモーセがあまりにも山の中にいすぎたので、我慢できなくなって金で帽子を作って、銅像を作って、それを我々の神にするって言って踊り狂うんですね。何これと思いますよね。で、一般の民衆はだってモーセになかなか帰ってこないからって言うわけですけれども、他の神を作ってしまう。せっかくエジプトからね、脱出してきて、いよいよこれから神様がイスラエルの民に一つのとても大事なメッセージをくださって、それを土台に生きていこうとして山に降りてきたら、みんなとんでもない状況にいるわけですよね。これはがっかりだと思いますね。モーセにしてみればもう冗談じゃないと思うぐらいがっかりすると思いますね。で、そんな中でモーセは神様と やり取りをするんですけど、それは出エジプト記の33章と34章に書いてあるんですけども、モーセは神様に向かって、もうあなたが本当に一緒にいてくれなければ私は前なんか進みません、ダメですこいつらね、もうちょっと私がいなくなってこんなざまなんだ、どうしようもないですよって言ってクレームをつける。そうするとモーセにもう一度神様は、じゃあ山に登れと言って登る。モーセが登った山はシナイ山で、このエリアが登った山は、ホレブの山となってますけども、これは同じ山です。同じ山の2つの名前なんですね。同じなんです。それでモーセはそこに登って、そしてやっぱり神様からの声を聞くんですね。で、神様の声は何かというと、神の皆がそこで宣言される。神の麗しい皆、
恵みに富んでいる神、許すことにね、許すことのできる神、憐れみ深い神、そういう名前を聞く。でちょっとね、あの出エジプトの34章というところを読むとですね、こんな言葉が出てきます。34章の27節から読むと、主はモーセに言われた、出エジプト記の34章の27節、主はモーセに言われた、これらの言葉を書き記しなさい。私はこれらの言葉に基づいてあなたとまたイスラエルと契約を結ぶ。モーセは主と共に40日40夜そこにとどまった。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして塔の戒めからなる契約の言葉を板に書き記したとあります。ここに40日40夜という数字が出てきます。40という数字は完全数というふうに言われていて、28と6と6に分かれるという、だから何っていう感じですけれど、そういう説明があって、神が特別な意味を持って取り扱う日数が40だから、ノアの箱舟における洪水もそうだし、イエス様の荒野における試みの前の断食が40日、モーセが荒野でさまよったのが40年という、40という数字、神が企画した、神が取り扱われる特別な期間という意味合いがあるんですね。40日、モーセの場合にはがっかりして山に登り、そして神の麗しさを見て、神様との深い交わりを経験し、そこに40日間滞在することで神様の麗しさを矢というほど味わって、山から降りてきてリーダーシップを発揮する。エリアの場合には40日間愚痴を言いながら神様のもとに引っ張り出されて、そこで神様からの新しい任命を受けて、そして新しい出発をする。40日間愚痴を言い続けてというのも嫌ですけど、でも40日間飲むことも食べることも忘れるぐらいの甘味なね、本当に神様の麗しい取り扱いの中にいる、こっちの方がいいって言えばいいですね。でもモーセはそこに行くまでにもうブチ切れ状態だったわけです ね、冗談じゃない、ね、なんだあいつらという感じですよね。もう二度と会いたくもない、二度と行きたくもない。でもその新しい心で彼らをリードするためには、神様の40日間にわたる本当に年頃な神様の麗しさを経験するという出来事が必要でした。40日、私の人生の中で苦難の40日というのは人生の中で何度かあるかもしれない。まあ40日間も入院するというのは滅多にないかもしれませんけれども、でも本当にいくらやってもうまく道が開けないとか、何回チャレンジしてもうまくいかないとか、なんかこう鬱陶しいことがずっと続いていると、そういう40日ってねあるような気がするんですよね。人生の中ではあります。ただ聖書を土台に考えた場合、本当に神を信頼している者にとっての40日というのは必ず終わりがあるんです。新しい出発もあるんです。だからその40日間をパン、菓子パンと水でしのぐという状況が必要なわけですね。エリアはそうしました。菓子パンと水で40日間は辛いと思いますね。せめてアンパンぐらいじゃないとなんか大変だなと思いますけれども、でもね、私たちはね基本的に待てないんですよね。40日なんてすぐ答えが欲しい、すぐ助けてもらいたいね。40日待てないですよ。1週間だってもう本当にって思ってしまう。でも40日というスパンで神がこれから向こう40日間の間に私を取り扱ってくださると思えたら、1日1日40日間だけでも1日1日丁寧に生きるということができたら、やっぱり生活は変わると思いますね。いろんな状況の中でこれから向こう40日の間にきっと神様何か道を開いてくださるに違いないと考えながら、自分も考えながら、その問題にめげずに前に少しずつ進むということができたら、きっと状況は変わってくるのかもしれません。それからモーセが経験したように
本当に誰にもわからないかもしれないけれども、神との深い交わりの中で年頃に取り扱われる神の素晴らしさを味わうという出来事は、人にはそれはなかなかわからない、人にはそのことの素晴らしさというのはなかなか言っても説明しにくいかもしれませんけれども、でもそういう出来事を通して私の心が整えられるということはありますよということをぜひ覚えてほしいのです。40日というのは誰にでも起こる出来事です。苦難の40日というのもあるかもしれない。しかし祝福に満たされる40日というのもあるかもしれない。詩編の作者は、味わい見よ主の恵みの深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え、主を恐れる人には何も欠けることがないと書きました。新改訳聖書では、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は、主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだと語りました。私は人生の中でこのエリアとかモーセが経験したような40日というのを経験したことはないんです。でもそれなりに辛い時期というのを通過したことがありました。オーストラリアの留学についてはいろいろお話をさせていただきましたけれども、私は正直なところオーストラリアの留学の最初の1年目の、そうですね、1年目の3分の2ぐらいは居場所はあるということは感じていたんですけれども、あまりにも能力がなかったもんですから、居場所はあるけど役には立たないよね私という思いを持っていました。どうせ何やったってそれはついていくけど何の役にも立たないよね私という思いがいつもありました。劣等感がいっぱいあって、自己憐憫がいっぱいあって、ああかわいそうな私みたいのは常にありました。仲間に入れてもらえることは嬉しいけれども、できることが何にもないような気持ちがして、仲間に入れられてるっていうことは嬉しいことだけれども、仲間と同じことができないので、なんかなっていう、 こう物足りなさと言いますか、もうその状況はね、その状況はエリアの言葉とすっかり同じですね。もう結構です、ね、私は先祖たちにより優れたものではありませんし、ここにいる人たちほど優れたものではありませんので、どうにでもしてください、いつでも、もう私倒れようが何しようがもういいですみたいな、これ結構深刻な 病気ですね。だってやる気が全然起こらないんですよ。いるだけなかなか元気が出てこない。そんな時に面白いことが起こりました。私の先輩でトレバー・リンウォルズという人がいたんですけど、彼は昔ペンキ屋をしていた人で、ペンキ塗りの名士だったんですね。彼に同じ学年のモーリーンという女性が、悪いけど自分の家、モーリーンとお母さんが住んでいた結構大きな家なんですが、家の外壁と屋根を全部この夏の間にペンキ塗りしてもらいたいという依頼が来たんです。結構高いでしょ、あの大きい家だったので。で、何考えたんだか、このトレバー・リモートが私のところにやってきて、お前どうせ夏暇なんだからね、俺と一緒に来いと、ね、いいアルバイトがあるんだよ。何ペンキ塗りやったことないですからね、ペンキ塗りかなと思いながら、まあでも、ね、大丈夫、俺教えてやるから大丈夫って言うから、はい分かりましたっていう感じで行ったんです。で、ペンキ塗りは大変ですね、夏の間の屋根のペンキ塗りは気をつけないと滑って落っこちるしね。もっと大変なのは素人を使うと、玄人は苦労するなと思いましたね私はいくら綺麗に塗ってもどっか必ずムラがあるんですよ。もううまかったと思っても、遠くで見るともうなんかね、線がいっぱい入ってるようなムラ塗りなんですね。で、トレバーは自分の分をバーってやってもう完璧に仕上げるわけですけれども、で、私のとこ見に来て、ああなかなかうまいじゃないのかとか言いながら、また全部自分で塗り直すわけですねかわいそうにと思いながら、ね、悪いなとか思いながら、それを繰り返すわけです。暑い日、朝8時頃に迎えに来てもらって、夕方の4時ぐらいまでお弁当を持って出かけるんです、ね、で、もう真っ
黒になってペンキで汚れるだけじゃなくてもうカンカン照りですからね、あの真っ黒黒なんですが、まあとにかくそれで1週間経った時、週休、まあ、向こう週休なので週休で給料が出るわけですね。でトレーバー車の中でもらってきたぞって言って、ね、嬉しそうに。それで車の中でですね、その給料袋を開いて、でお金を全部出して、それで私と完璧に50-50で分けるんですよ。ね、信じられます？五分五分で分けて、これはお前の分、これは俺の分って言って取るんですよね。嘘と思う人って彼の仕事 98% ですよ。私仕事 2% ぐらいですよ、ね、私嘘だと思って。でもあまりほら日本語英語があまりうまくできなかったですから、どう言っていいかよく分からずね。さあ、アイムソーリーなのかサンキューベリーマッチなのかよく分からず、とにかくでも心の中ではこんなことありえないよって思ったんですよ。こんなによくしてもらうなんてありえないって。でも彼は真剣に、俺たちはチームだと、ね、でチームでお前だって一日このね暑い外に出て、お前何一生懸命やり、俺も暑い中に出て一生懸命やったんだから同じだよって言って、彼は3週間やったんですけど、3週間私と彼は全部金額同じだったんですね。同じだったんですよ。彼にとても恩義を感じたんです。でもね、そのレッスンはね、彼に恩義を感じたというだけではなく、まあ、彼はもちろん、ね、私の進学校の先輩ですから、イエス・キリストを信じていて伝道者になろうという男だったわけですけれども、私は自己憐憫の愚かさというか、自己憐憫の愚かさ、神は私を生かして世界中にもっともっと私よりも素晴らしい人がいるに違いないけれども、私のようなものを生かして毎日毎日必要物をちゃんと提供してくださっている、しかも溢れるほどそれを提供してくださっている。トレバーはそれをお金で見せてくれたけど、でもよくよく考えればオーストラリアに勉強に来れる人ってそんなに多いわけではないし、しかも私お金で、自分のお金で来たわけでもないし、自分の学力で来たわけでもないし、神はこんな私を本当に考えられないぐらいよく取り扱ってくださってるということが分かった時、私はある意味で自己憐憫に陥りやすい私ですけれども、それを随分悔い改めました。神様、いつもありがとうございます。本当に申し訳ないぐらい私はいろんなものを教えられ、いろんなものを受け取っているように思います。できないとしても仲間に入れてもらえたのであれば、その中で精一杯支援すればいい、その中で精一杯自分のできる形で何かを手伝わせてもらえばそれでよいという思いを私そこで学んだんですよね。でそれは40日ということではなかったんですけれども、暑い暑いオーストラリアの夏休み中の出来事で、1年目の夏休み中の出来事で、ああそうか、自分はできないからもうダメだとか、役に立たないからもうダメだ、それは私が決めることではなく神が決めてくれることなのだと、そのことについては私は一切口にせず、神が求めていらっしゃるのならできないけどどうぞと言おう、ダメですけどどうぞ自由に使ってくださいって言おうと、ダメだからもういいですと言わずに、神様どうぞ使ってくださいと言おう。私がだって、あ、俺絶対もうアマチュアだから無理だよって言っていたら、私その夏無休だったわけですよね。ね、でもそうだ、できないということが分かったとしても、神が一日生きなさい、ここにいなさいというのであれば、そこにいようと思ったんですね。2年目の夏休みは農場経営者のところに1ヶ月ぐらいいたんです。それから40日ぐらいいたんですね。とても愛されて、
何やったかといえば羊を追いかけたりとか美味しいものを食べたり、全然仕事にならないようなことなんです。もう体力なかったし。でね、農家のやってるオーストラリアの農家のやってる仕事をいろいろさせてもらったんですけど、ほとんど何もできなかったです私。まあ世間知らずというか、もう本当にダメでしたね。まあ英語ができなかったというのが一番深刻な問題でね、シープドッグも使えないわけですからね。シープオーストラリアシープドッグあんな賢いのに日本語が分かんないですからね、全然使い物にならずに仕事ができなかったんですけども、そんな私に諦めを感じた農場経営者は何をしたかというと、私のところにタイプライターをドーンと持ってきて、お前はこれからこの夏休みの間毎日私と私の家族のためにメッセージを書きなさい、それはお前の仕事だ。そんなこと言われたって単語が分かりませんから、タイプってそんなに得意じゃなかったわけですよね。だっていちいち単語を調べなければ打てないぐらいですから、もう呪いわけですよ。いや説教なんて作れない。でもその農場経営者は、お前の仕事はとにかく俺と俺の家族に毎日説教をかけとね。農場で仕事がないんだし、できないんだし、お前のやることはこれだと、一番得意はこれだろって言うから、まあまあそうかもしれないみたいな、ね、ことを言ったわけですけれども、で彼は戦争に負けたはずの日本人が俺より聖書のことを知ってるというのは悔しいと、それはおかしいと、だからお前の知ってることを全部書いてもらいたい、ね、変な理屈ですけど、まあでもね、それで毎日書いたんですよ私、短いメッセージを。でそれを書いて、でそれがとってもいいと、どういうわけだかこの人はですよ、ミルンさんっていうんですけど、教会で説教とか証しとか頼まれるとそれを読むんですよ。え、でそれを聞きながら、俺が書いたやつだみたいなでもね私ね、あ、私はそのためにここにいるんだなと思ったんです、その時。それまで私はね、人の前で説教するってオーストラリアは得意ではなかったですよ。だって英語はたどたどしいし、間違った英語喋ってても自分でも分かんないぐらいですから、笑われてから気がつくっていう感じですから、説教は嫌いじゃなかったけど、英語で説教する自信なんか全くなかったですよ私。でもその農場で鍛えられたんです私、まあとにかく自分で必死になって作って、あとはこの人が勝手に読めばいいだけだからみたいな、この人は勝手につく、ね、付け足せばいいだけだからみたいな感じで必死で。でもそれをやったおかげで、私あのオーストラリアのその進学大学の中で3年間いる中で、誰よりも多くの教会で誰よりも多くの人に説教したんですね。文章だけではなくて、3年目は本当に休むことなくいろんなところに呼ばれていって説教頼まれたんですけど、そんなことがありました。その40日、そこの農場での40日は本当に神様からの取り扱いを受けて、お前の仕事はこれだよ、お前生涯これしかないよって言われたような感じの出来事だったんですね。学校で学ぶということとは全く別に、私に対するとても大事な取り扱いの40日間だったような気がするんですね。神様はいろんな形で私たちに教えてくださって、そしてもしかしたらあなたがこれもう苦手だから人の前なんか絶対やりたくないと思っている事柄をあえて、それは十分にわかるけれども、あなたはでもそれを人前でやってごらんなさい、私が一緒にいて支えるからっておっしゃる可能性がある、あるいは自分には味方もいないし仲間もいないし自分は本当に寂しくてというあなたに対して、いや私があなたを年頃に取り扱うから私の言葉を楽しんでごらんなさい、私の言葉を考えてごらんなさい、私の言葉を歌ってごらんなさい、神様は私たちを40日間いろんな形で整えて新しい使命に燃やして一歩進ませてくださる。モーセもエリアも落胆していたんですけれども、このあとますます彼らは指導者としての役割を果たすことになります。40日間、いろんな形の40日間がありますけれども、その40日間は必ず終わり、それが苦労の40日間だとすればそれは必ず終わり、神との深い交わりを経験する40日間をきっとどこかに
用意してくださってるに違いない。そういう中で私たちは今生かされています。いや今大変で大変でという方おられるかもしれません。それは確かに人に言えないほど大変なのだと思います。でも神様は一日一日生きるための力を備えてくださっていると信じます。どうぞそんな意味でいつか終わりが来るということを意識しながら、いつかこの出来事を通して学ぶということが完了する日が来る、あるいはこの出来事を通して整えられるという日が来る、私たちの苦労や自己憐憫や、あるいはさまざまな失敗や、あるいはさまざまなこう不得意な分野が、ね、さらけ出されて恥ずかしいという思いをする、そういうような事柄も、もしかすると神様があなたを鍛えるために用意してくださっていることかもしれないと考えることができたら、私たちは相変わらず前を向いて上を向いて歩くことができるのかもしれません。一言になりましょう。恵み深い天の父なる神様、私たちにさまざまな40日間を備えてくださっていることを感謝します。どうぞその出来事を通過しながら、あなたが用意してくださっているその先にあるさまざまな祝福を期待しながら生きていけるように導いてください。仰ぎ願わくは、私たちの愛する救い主御子イエスキリストの恵みと、父なる神の愛と、聖霊なる神の親しい交わりとが、私たち一同と共に限りなく豊かにありますように。アーメン。いつものように God bless you を賛美して礼拝を閉じたいと思います。